大阪府道、奈良県道7号平方大和郡山線は、大阪府平方市から奈良県大和郡山市に至る府県道である。大阪府、奈良県府県境の某地峠付近には、ローリング族対策のために臨車が通行禁止となっている区間がある。この区間は、長久勾配が約1キロメートルにわたって続く難所である。東道路の元になった傍らしめせこしは、 山と河内国境の坊主峠を越える平安時代からの古道である。坊主越は平安初期に創建された八王蓮華寺の僧兵が利用した道が元になっていると考えられている。八王蓮華寺の勢力が衰えた後も北河内より山と木への抜け道として熊野山系や山と氷山から淀川水系への陸運に利用されたようである。前の通り、 現在の某字峠付近は急勾配の難所であるため、車の通行はほとんどなく、静かな佇まいである。しかし、同じ山と河内国境の難所である、安越奈良街道とは異なり、王子を忍ぶものはほとんど残っていない。大阪、奈良府県境付近本堂の標識奈良県伊駒市、高山町で撮影交差する場所の格好書きは地名、それ以外は、 交差点名で表示大阪府平方市大阪府、片野下家のサム星、いこ市高山町の沿道にて、奈良県生駒市奈良県奈良市奈良県山和郡山市。ありがとうございます。